TPP っていうのは、正式名称は環太平洋連携協定または環太平洋パートナーシップ協定と言われているものです。とでどういう人が参加しているのかっていうと、今のところ12カ国が参加しています。でどういう内容なのかっていうと、結局環太平洋連携協定なので連携の中身、パートナーシップの中身が問題なんだけど、一つは関税、国から国に物を移すときにかかる税金を基本的に撤廃しますっていう内容で、これはまあやればいいじゃんみたいな、税金安くなるからみたいな感覚もあるんだけど、ちょっと違う場面もあるんですけど、それは後で説明しよう。でもう一個一番大きいのが、分かりにくいんだけど、非関税障壁って呼ばれているものをなくしましょうっていうことです。外国から見て日本の障壁って何かって分かります？日本の障壁、うん、外国から見てなんか取引やりにくいなってなる、分かんない。何ですか？日本語なんですね。あ、言葉。そう、言葉。あ、みんな英語で話しますからね。そうそうそうつまり非関税障壁ってめっちゃ広いんですよ、うん、日本語が、例えばアメリカの企業が日本の政府とかあるいは自治体が発注する契約書、これが日本語なので、アメリカの企業は日本語を訳せる人を雇わなければなりませんって主張してきたら、それは非関税障壁なんですね。なるほど。そのコストかかるじゃないかってことですね。そう、新たな、それは不平等でしょっていう。そう、完全に自由化するんだったら英語でやってんだから英語で喋るよと。そう、または日本語と英語の両方の文章を作ってくださいみたいなことも、まあ、起こりうる。それでも英語圏の人から取ってみたらですよね、俺らからするとお前らが日本語喋るよっていう感じは若干、まあ、お互い様になっちゃうんですけど、ただここは何が起こるか分からない領域があるっていうのは、単に税金の問題じゃないよっていう意味で結構大事なんです。なるほど。言葉であったりとか、その他いろんなものがあるかもしれないと。TPP ってすげえ儲かるっていうことで、やりたかったんじゃないでしょうかっていうか、その、まあ、国益国益っていう言葉がすごく言って、僕の大学の友達も今日来てるかもしれないですけど、いや TPP は、まあ、トータル、まあ、いろいろ農業分野はしょうがないと、食の安全はしょうがないかもしれない、まあ、けど日本の、まあお金というところにおいては儲かるんじゃないかという意見に対してはどういうふうに答えますか？儲かりません。端的に、うん、で一番儲かると言われたのが何かというと、皆さん自動車ですよね。日本の最大輸出の、まあ、競争優位があって、そのいわゆる攻めるべき商品は自動車でした。だから、まあ、よく言われるのは農業で多少、ね、犠牲があっても輸出がそれでどんどん増えればトータルとしてプラスだからやろうと、これが多分よく言われる議論。でも実際何が決まったかを細かく見ていくと、取ってません、勝ってませんから。でなぜかというと、例えば一つ例を挙げると、自動車、こう言います。政府は関税撤廃を勝ち取ったと言いますね。確かに形式上関税撤廃を勝ち取ったことになってます。ただ一番利益率の高いピックアップトラックというですね、そういう大きな車についての関税、今 25% かかってます。日本がアメリカに輸出する自動車にかかる関税は 25%。 確かに撤廃になりますが、今から協定が発行してから30年間ずっと 25% のままで、30年目に初めて撤廃になるんです。しかしその30年目の撤廃期間も TPP 協定とは別の日米のサイドレターってのがあって、仮にその間に何かちょっとでも義務違反があったりしたら、その30年の期間は延ばすことができるって規定まで入ってるわけで、皆さん30年後ですよ。安倍総理に言ったんですよ、当時62歳の安倍総理に。安倍総理、このね、メリットを初めて自動車の関税が撤廃したというメリットを受けられた時は、あなた94歳ですよそういう感じなわけです。でそれに対して牛肉は9% 残るから撤廃を免れたけれども、まず初年度に 11% ボーンと下げて、16年目に 9% になるんです。だからアメリカは少なくとも10年ぐらいでかなりこの TPP のメリットを受けるのに対して、日本は30年間何のメリットもないです。しかも撤廃されるという30年の期限はいくらでも後ろ倒しにできるということを、 TPP 本体の協定とは別に2国間でレターを取り交わしています。だからこういうことをよく見ないと、自動車を撤廃勝ち取りました、日本の牛肉はゼロじゃなくて 9% 残しましたって、そこだけ見たら、あ、勝ったのかなと思いますけど、大負けしてますから。